おはようございます。ただいま5時ですなんでこんなに早く起きたかというと、眠れなかったっていうのもあるんですけど、今日ね旅行に行くんですよ。なので1日を撮っていきたいと思います。はい、早く起きてしまったのでおっちゃんをイコイコしてます。おはようおっちゃん。オリはもう5時ぐらいから起きてました。おじいちゃんは朝ごはんの支度をしています。はい、ということで車に無事乗りました。早速向かっていきたいと思います。はい、ということでアニマルキングダムに着きました。まだ何もないんですけど、入ったばっかりで、なんかね涼しくて気候はいいけど雨降りそうで怖いんですよね。今からパターゴルフをやります。ここがパターゴルフです。やっていきます。あ、お父さん。はい、お母さん。私の箸じゃん。1、2、3、1。お母さん、お上手じゃん。結構強め。タフタ。はい、ということでパターゴルフを終えました。なんか途中雨が降ってきて大雨でめっちゃ濡れて髪の毛ももうボサボサなんですけど、これからアニマルゾーンに行きたいと思います。一番楽しみ。ハチがいる。行けるね。行きます。行くよ。あ、取ろうとした。ありがとう。食べたよ。バイバイ。はい、ということでアニマルキングダムめちゃくちゃ楽しみました。これからスーパーに行って食材を買って焼肉を部屋でやりたいと思います。お腹ペコペコ。うん、水もいい。うん、いい。それもしも、うん、ご飯を食べ終えたのでこれからちょっと散歩に出かけたいと思います。なんか裸眼にしたんですよ、コンタクト。だから顔が薄いすごいいいよね、この辺。めっちゃのどか。お散歩がいい感じ。こんな風に自然を見ながらお散歩ができます。どこを見ても自然です。最高だね。こっちがね結構いい感じ、自然になってる。やっぱでも蚊に刺されそうだな。見てください、すごい。なんか大自然って感じ。うん、私ここで小学校何年生ぐらいの時だっけ、3年生ぐらいの時に43ぐらい、43センチぐらいのバス、ブラックバスを釣ったんですよ。でここね水がね全然カラッカラの時とある時とね毎年違うの。でも今年多分梅雨だよね、
梅雨が長いから水がたくさんある。猫ちゃんがいました。あ、行っちゃった。なんかトトロみたい。ほら見える、みんな猫ちゃん。おいでおいで、大丈夫だよ。おいでおいで、大丈夫大丈夫。おいでおいで、はい、おいで。どうした、おいで。あ、行っちゃった。アメンボがたくさんいる。水位とかもね、毎年やっぱ全然違くて。お、ほんとだ。じゃーん、すごい綺麗。ここで、ここにブルーギルとかカメとかヘラブナ見えるかな、みんな見えてんのかな。ブルーギルいないね。うん、でも分かんない。パンを、あ、パン持ってくればよかったね。うん、もうすいたね。パン落とすとどこからともなく現れるんだよ。うん、一匹湖まで行ってみよう。だーん、わー綺麗、湖です。めっちゃ綺麗。伊豆の瞳だっけ。そうなの、伊豆の瞳って呼ばれてるらしい。見えるかな、みんなに。ブルーギル、あ、見えるな。雲がいる。じゃーん、綺麗、すごい綺麗。帰ってきました。ちょっとね、ここで休みたいと思います。のんびりタイム。はい、ということでお風呂に入ってきました。もうめっちゃすっきりした。なんか今日雨にも打たれたし、日焼け止めクリームも塗ってたから、もう体がベッタベタで、すごいもう嫌だったんですよ。でも復活しました。でね、眠いんです。昨日2時間しか眠れなくて、もう今日ねずっと眠かったんですよ。まだね、時刻が19時11分なんですが、少し眠って夜起きれたら家族に合流しようと思います。ちょっとね、もう限界なので一旦寝ます。ということで、私の旅行のとある一日でした。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとう。